はい、どうも、うまきちでーす。うまきち TV でーす。ですね、2本目は、京都大賞典ですね。京都大賞典、また京都に戻ってきます。こちらも開幕週ですね。はい。じゃじゃん。軸はね、やっぱり京都といえば、唐船らですね。もう言わずと知れた京都校舎でね、4231。もう3着までがもうすごい確率で来てます。4ヶ月ぶりのレースになりますが、私は不動の本命といたします。ね、昨年ね、このレース3着からマイルチャンピオンシップ制覇してますからね、今年も、同じローテーションで来てますんでね、今年はね、そうか、今年は3着か。今年はね、1着。取ってからマイルチャンピオンに行ってほしいですね。はい、次、名将マンボ。名将マンボはね、私ずっとちょっと応援してるまでね、牝馬相手ではね、好成績なんですけど、ちょっとボバ相手となると、なかなかちょっと厳しいものがあるイメージですね。今回は55キロで出走できますので、ちょっとその辺が好条件かなと。思います。京都の芝はね、4100。こちらも京都の芝、抜群に走ります。結果出してほしいですね。ボバとの対戦で、名将マンボウ、コータルちゃんは、こうしろ、頑張れ。はい、次、ヒットザターゲット。こちらは、重賞3勝馬、昨年の勝ち馬ですね。5歳の秋を迎えてね、いよいよ本格化ですね。昨年と同じローテーションかな、こちらも。宝塚記念から京都大賞典、昨年は11着でね、今年は4着なんですね、宝塚。ですからね、今年も、優勝、もしくは2着、3着、あるんじゃないでしょうかね。はい、次は、フーラ・ブライトですね。この馬のね、最大の目標は、エリザベス女王杯です。今回同じね、京都外回りでね、走りますんでね、本番に向けて重要な一戦じゃないでしょうかね。今回と同じ京都芝2400っていう、コースでは、日経新春杯でね、3着というのがありますんでね、十分勝ち負けできると思いますよ。はい、次は、トゥザ・グローリーですね。トゥザ・グローリーは重賞5勝を誇るね、古豪ですね。寒い季節に強いっていうね、言われてますが、今年はね、夏場がちょっと冷夏でしたんで、順調に調整も進んでいるようですんで、ちょっと大掛けしていただきたいですよね。トゥザ・グローリー。そしてまたまたこれ、馬吉クエスチョンコーナーですね。そんなコーナーないですね。馬吉、クエスチョン。じゃじゃん。デスペラードです。こちらは、30戦目で横山騎手がね、まさかの大逃げっていうことで、京都記念、すごいレースして勝ちました。今回もね、ちょっと逃げてくれればね、開幕週の馬場ですし、京都はラスト平坦なんでね、これもしかしたらこれ、面白いですよ。はい、そういうことでね、こちらも、同じように3連複で、流していきます。10点台ですね。はい。はい、これで、一応 G1 シリーズ、一旦今週は、これは月曜日ですね、京都大賞典。ちょっと台風来てますけども、皆さん、お気をつけて、またね、会いましょう。はい、それでは、終わります。